名古屋駅前のシンボルとして親しまれたモニュメント飛翔の先端部分を切り離す作業が今日未明にありました。高さ23メートル、ステンレス製の飛翔は名古屋市政100周年を記念し平成元年に設置されました。リニア中央新幹線の開業に伴う駅前整備として撤去工事が始まり、今日未明先端から11メートルの部分がクレーンで搬出されました。工事は10月下旬まで続き、跡地には広場が作られる予定です。